ハーフガードポジション。インサイドガードの状態より片足が相手の足の間に入っている状態をハーフガードといい、ガードポジションの一種です。ハーフガードの時、下の選手は足の間に入れられている足に足を絡めていきます。体を起こしている上の選手は片足を抜いてパスガードを狙ったり、パウンドやチョークなどで攻めに行きます。寝ている下の選手は相手の攻撃を防ぎながらスイープを仕掛けたり、ガードポジションへ移行していきます。上の状態を制している時の注意点は、体勢を返されないことです。体を相手と密着せずにハーフガードを維持していると、相手に脇を刺され背中側に回られてしまいます。相手に脇を刺されたら、すぐに脇を差し返して胸同士を密着させておくことがポイントです。ハーフガードから足抜き。ハーフガードの状態より左足を相手のふくらはぎに当てて、右足で軽くジャンプしながら左足を蹴っていきます。足首まで抜けたら、相手の左横に体を移動させて相手を横に向けさせます。左足で相手の膝を蹴りながら右足を抜いていき、サイドロックされないために前方に足を蹴り出しパスガードをします。ハーフガードからの車締め。ハーフガードの状態より左手で相手の頭の下に前腕を置いて枕を引きます。右手を前に出し、両手をロックして締めていきます。締める時のポイントは、左手で右腕の二頭筋をつかむことです。しっかりとつかむことにより、締める時に力を入れることができ、きっちり決めることができます。締めるときは拳を作り、相手の喉元に押し当て、さらに顎で押して効力を高めます。猪木あり状態。腰を落としている選手と立っている選手が向かい合っている状態、これを猪木あり状態と言います。腰を落としている選手は相手との距離が離れているため、関節技やスイープする種類が限られてしまいます。立っている選手は腰を落としている選手にパンチを打っていくパウンドや、相手の横に回り込んでパスガードなど多彩な攻め方をすることができます。立っている選手がスタンドの攻防を望むために、距離を離せばスタンドの攻防にすることができます。
両足を払うパスガード、相手の両足首をつかみます。つかみ方は一番足首の細い部分を下からつかんでいきます。左右にフェイントをかけながら相手の両足を大きく振ります。足を払った後、払った側と反対側に素早く移動させ、相手が体勢を戻す前に胸を合わせて押さえ込み、パスガードをしていきます。パスガードをした後、脇を刺して両手をクラッチして体勢をキープします。膝上からパスガード、相手の膝を両手で添えるように取りに行きます。取った膝を相手の胸に押し込んでいきます。相手が膝を押し返してきたら、その勢いを利用し両膝を足の間に入れて、跳び箱を飛ぶような感覚で相手の上に乗ってマウントポジションを奪い、パスガードをしていきます。猪木あり状態での蹴り、猪木あり状態で相手の片足のかかとを取り、取っている足へローキックで蹴っていきます。すねを相手のももに当てるようにして嫌がらせ、かつももへダメージを与えていきます。かかとを取っている状態より相手の片足を外側へ開いて、相手の中心にスペースを作ります。そのスペースを利用してかかとを相手の溝落ち周辺を狙って落としていきます。ローキックと合わせながら仕掛けると効果的です。猪木あり状態でのパウンド、両手で相手の足首を取り大きく横へ振ってスペースができたところへ一歩踏み出し、相手の顔面へパウンドをしていきます。要領は両足を払うパスガードと同じであり、パウンドをするかパスガードをするかの違いだけです。相手がパスガードを防御したらパウンドで攻め、相手がパウンドを防御したらパスガードに移行。相手の防御の仕方によって攻め方を変えることができる、とても有効な攻め方です。